こんにちは、カーピーです。今回は2020ベストナイン&タイトルホルダー候補者まとめやっていきたいと思います。はい、2020プロ野球も終盤戦、そろそろ今年のタイトル獲得者気になる季節になってきました。プロ野球ファンにとってはタイトル争いって大きな楽しみの一つですよね。このタイトル争いってプロスピエースのプレイヤーにとってもものすごく重要ですよね。理由は例年1月に登場するベストナイン&タイトルホルダーセレクション、このセレクションにタイトルを取った選手が登場するからですね。シリーズ2の終盤はこのガチャが大きな鍵を握ってくると思いますから、リアルプロ野球のタイトル候補者、ここはぜひチェックしておきましょう。これを知ることでアニバーサリーで誰を狙うべきか、そういうところも見えてきます。ぜひ動画最後までご覧ください。ベストナインタイトルホルダーセレクションについて概要をご紹介します。その年のプロ野球のベストナイン受賞選手、ゴールデングラブ受賞選手、そして NPB 公認のタイトル、首位打者とか最多勝とか MVP とかですね、これらを獲得した選手が登場するセレクションです。大きな特徴としては、まず通常選手の表3ステータスに能力プラス1されます。そしてさらにスピリッツが100アップで登場します。つまりスピリッツ3600で登場するってことですね。ここはオーダーのスピリッツが一気に上昇するタイミングになりますんで、ここでいい引きができるとオーダーを一気に強くすることができます。去年の登場選手はご覧の通りです。3段に分かれて登場していました。気づいた方もいるかもしれませんが、全球団から登場するわけではないです。あくまでもタイトル獲得者が登場するセレクションですので、登場する選手がいない球団も中には出てきますね。そして移籍が決まった選手は原則登場してきません。去年だったら巨人山口選手とか西武秋山選手とかですね。ここも大事なポイントですんで、ぜひ押さえておきましょう。去年のガチャはこんな感じでした。30連、60連、90連で S ランク、ベストナイン、タイトルホルダー1人確定。自チーム確定はなくて、100連目以降は S が出たらベストナイン、タイトルホルダー確定ですね。ガチャシステムだけを見るとなかなか鬼なんですけど、救済措置としてセレクトミキサーが実装されてますね。去年はベストナイン、タイトルホルダー6枚集めれば1人好きな選手と交換できるという形でした。今年もおそらく同じシステムで来るんじゃないかなと思ってます。登場の時期についてなんですが、例年は1月2月に登場します。今年はひょっとしたら例年よりも遅くなるかもしれませんね。今年は異例のシーズンということで、スケジュール感がいつもと違うので、タイトル獲得者は1月にはもう決まってると思うんですが、移籍選手とか例年よりも動きが遅くなることも予想されますんで、登場が後ろ倒しになる可能性はあるよなということですね。そしてこのベストナインタイトルホルダー登場のタイミングで査定が見直される可能性も感じますね。皆さんも感じている通り、このシリーズ2、査定が変更されたりされなかったり、基準もよくわかんない感じになってるんで、ベストナインタイトルホルダーのタイミングは査定見直しのタイミングになりうると思うんですよね。これはベストナインタイトルホルダーの対象となるタイトル、表彰の一覧です。めちゃくちゃいっぱいあります。これまとめてたんですけど、1回ではとても収まりません。今回はセリーグの記録による表彰、これに絞って候補選手をまとめたいと思います。それでは行きましょう。ではまずは記録による表彰、セリーグの投手部門からいきましょう。まずは防御率から見ていきます。1位がドラゴンズ大野選手、唯一の防御率1点台ですね。それに続くのが広島森下選手 2.04、 そして3位に菅野選手 2.05、 4位が阪神2選手 2.10。 ここまでが大激戦ですね。5位になると 4.29 まで下がりますんで、実質的にこの4人に絞られてますね。この様子だと大野選手が一番有利なのは間違いないと思いますが、何かの拍子に逆転する可能性も大いにあるかなと思いますね。次、最高勝率。はい、こちらも規定投球回が条件なんで顔ぶれは同じですね。やっぱり菅野選手が高いですね。13勝上げてますからね。これはなかなか逆転される可能性は低いと見ていいのではないでしょうか。次、最多勝です。1位は菅野選手の13勝、これはもうほぼ当確かもしれませんね。2位で3人が並んでるんですけど、ここからさらに3勝っていうのはかなりのハードルですね。菅野選手はほぼ登場間違いないですね。次、最多セーブです。1位が阪神スアレス選手の23セーブ、2位がライデル選手の21セーブ、可能性があるのはここまででしょうかね。3位が17セーブ、ここから6セーブ上乗せするっていうのはなかなかだと思いますね。実質的には2人に絞られているということになるでしょう。最優秀中継ぎ投手、ホールドポイントで見ていきますが、1位が福選手ですね。2位が同じく中日祖父江選手、3位がヤクルト清水選手27ホールドポイント。この上位3人の争いかなと思いますね。
チームの状態を考えると福選手、祖父江選手、この2人が有利かもしれませんね。奪三振、こちらも1位は大野選手ですね。はい、大野選手はこの奪三振は有利なところに来てますね。2位の菅野選手が16三振上乗せが必要なんで、8割方大野選手なのかなっていう気がしますね。いや、それにしてもここでも森下選手名前が挙がるんですよね。本当に新人の成績じゃないですよね。野手を見ていきます。首位打者1位が横浜佐野選手、2位が同じく横浜梶谷選手、3位が中日大島選手3割2分、4位5位はヤクルトの村上選手、青木選手と、いや、これは激戦ですね。本当に誰が取ってもおかしくないですね。佐野選手が怪我で離脱していますんで、その間に後の4人がどれだけ追い上げるかですね。全くわからない。安打数の方は大島選手が1位ですね。はい、これはかなり有利ですね。大島選手、梶谷選手、この2人の争いになるのかなと、そんな気がします。ホームラン王、これ熱いですよね。ここもデッドヒートです。1位に大山選手と岡本選手、2人が並んでます。そして3位に村上選手ですね。村上選手もなかなか化け物ですね。ほとんどの指標に顔が出てくるんですよね。鈴木選手も3位につけてるんで、今からなんとか間に合わないかな。球場の広さ的に岡本選手、村上選手は有利なのかなとは思いますね。打点王、はい、こちらは岡本選手とビシエド選手が81打点で並んでます。これも岡本選手が有利かな。出塁率、こちらは村上選手がトップ走ってます。4割3分4厘、頭一つ抜けてますし、これはもう当確かもしれません。盗塁王、こちらは近本選手が1位ですね。2位が増田選手、3位が堂林選手と続くんですけども、これは近本選手が圧倒的に有利でしょうね。はい、これも当確かなと思ってますね。はい、というわけで2020ベストナイン&タイトルホルダー候補選手、まずはセリーグの記録による表彰の候補選手まとめてみました。次はセリーグの投票による表彰の候補選手、 MVP とか新人王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞なんかですね。これらの候補選手をまとめていきたいと思います。もちろんパリーグ編もやっていきますね。ぜひこれを見ながらアニバの第2弾、そして日本人 OB 誰を取るべきか参考にしてもらえたら幸いです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。